はい、ではね、カメラの方でカメラを。はい、ともチャンネルです。私がこれね、前の動画でも買ったって言っていたあのエクスペリアの、スマートフォンですね。これね、あのスローモーションを撮るために、まあ、フル HD で撮れる、まあ、唯一ではないんですけども、これの他にエクスペリア1があるんだけど、それであのフル HD のスローモーションを撮ろうかなと思って、これがね1万3000いくらで、1万4000切っている値段で売られていたので購入してまいりました。でこれ、まあ、結構ねもう古いんですよ。3年ぐらい前の機種になるんですけども、あのそれ以降の、このスマートフォンでもエクスペリアでもHD 画質のスローモーション 960p っていうスローモーションは撮れるんですけど、フル HD だとなんかね、これとあともう一個エクスペリア1だけみたいなんですよね。でさらにそれ以降のモデルでもね撮れないらしいんですよね。まあ詳しくは調べてないんですけども、まあ、パッと見た感じ、ほとんどの機種が HD まで、そんな感じでしたので、まあ、フル HD で撮れるこいつをね購入してきたんですけども、まあ見た通り今何にもつけていません。そのまんま裸で使っておりまして、まあよく滑るんですよこれ。もうね背面もねガラスっぽい材質で、まあ、表面と同じようなすべすべ感なんですね。なのでこうやって持っていてもすごいポロッとなんかスルッと行きそうな感じなので、これどうにかなんないかなということで、ウランジさんのこのねスマートフォンビデオリグというのをね購入しました。でこれね、あのもう見た感じこういうような感じのやつで、スマートフォンにねサクッと取り付けられるので、これいいんじゃないかなと思って買ってきました。はい、ではね開けていきます。せーの。はい、これがそうなんですけども、ここにね三脚の穴、4分の1インチのネジがあって、そんでもって上にはホットシューが1、2、3とあります。まあ、これのおかげでねライト、マイク、あともう一個ライトとかね、そういった感じで使えるようなことが書いてありました。で一応手から落ちないようにストラップがついています。であとはね、ここ滑り止めみたいになってるな。多分ここに、まあ、三脚、まあ、取り付けのためのやつなので、ここにつけると、まあ、この辺でスリップしないようにね、こう曲がんないように滑り止めついてるのかな。であと手に持つところ、ここにも、ラバーグリップ的なものがあって滑りにくくなってます。でこんな感じで挟むので、まあ長さはねそんなに長いものっていうか、まあ、最近のは長いのあるのでね、挟み切れないものもあるかもしれないんですけども、まあ、普通の形であれば、まあ、挟めるかなという感じですね。ただ全体的にはプラスチックです。であとはここに穴が開いていて、見えるかな、ここにケーブルを挿して、まあ、充電しながらなのかマイク用なのかよくわかんないんですけども、ここに穴が開いています。やっぱりねここにはのスマートフォンが、刺さりますとか刺さるというか、引っかかるというようになっているので、スマートフォンが滑らないようになっていますね。でもこっち側は何もない、ただのプラスチックです。ただスマートフォンっていうのは基本的にはサイドにね、ここら辺とか逆とかにボタン類があるので、ここで押さえてくれるっていうのはありがたいですし、まあ、充電がねちゃんとできるようになっているっていうのも、まあ、ありがたいですよね。でここのところ差し込みやすいようにこんな感じでこんなになってます。これでケーブルが差しやすいです。でこっちにはないので、あの例えばイヤホンジャックがついていて、そこからマイクを取ろうかなっていう時にはこれ取れないんですよね。それがちょっと弱点かな、唯一の弱点っぽいけどね。はい、ではね早速
取り付けていきましょう。私本当にカメラとしか使っていないので電源ずっと入れてなかったです。使うときに電源入れようと思ってね、まあ、そうすることによってバッテリーが持つかなと思ってるんですけども、どうなんでしょうね。だと余計なアプリも一切入れていません。カメラとそれに撮影に携わるものだけ入れてあります。でちょっとこれ一旦切ってこんな感じでねやるんだろうね。はい、こんな感じです。持ちやすくなりました。画面を触るということがなくなりますので、間違って画面タッチで撮影が始まるということもないですね。でここね少しスペースがあるので電源今みたいに押すこともできます。はい、ではねカメラの方でカメラを、なんだこれ、ビデオ、なんか右側が映ってないんだけど、なんで、カメラのレンズにかぶってる。え、これをこうやると消えるけど、消える、やっぱり。いや、え、これで使えないじゃん。じゃあこれ用に買ってきたのに、え、これ使えないの、これダメじゃん。ここになんか挟むしかないのかな。これ逆につけたらどうなんだろう。逆も一緒だ。逆も一緒です。逆も一緒ならこれはもうこれでは使えないかな。あ、ここのところ切り替えちゃえばいいのかな。これプラスチックだからホールソーかなんかでぐる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 っとねこの大穴開けちゃえば、そしたら使えそうだね。ただプラスチックだからここのところ空間になっちゃうかもしんないけど、まあ使えないよりマシかな。ちなみにあのモトローラーの、スマートフォン今ちょっとケースつけっぱなしなんだけど、まあこのままつけてみるか。あ、ついた。全く問題なくつきますね。でカメラ、これは特に蹴られることもないね。カメラがここにありますので蹴られることはないですね。これスマートフォンでこっちのモトローラの方で使おうかな。なんかこっちのが良さそうな気もする。あ、結構安定してるかも。あの変にこういうようなブレがね出てこなそうな感じだから安定して撮影できそうな感じです。いやーちょっと失敗だな、これね。まさかカメラの位置がこんな位置にあるからこれに被るとは思わなかった。まあでも、まあ、こっちでも使えるからいいでしょう。はい、ということでね、今後、まあ、スマートフォンで撮るときにはこのリングを使って撮っていくとまあ使いやすいんじゃないかなと思ってね、おります。で使った感想もそのうち、出していこうと思いますので、そのうちだけど、動画撮ろうかな。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございます。今回はですね、スマートフォン用のこのリグを買ったので、まあ、ちょっとつけてみたんだけどこっち用で買ってね、つけてみたんだけど失敗したということなんですけど、まあ、私の手持ちのねスマートフォンで使えますので、まあ、このまま運用していきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちなみにね今後ろ向きにつけてみました。こんな感じにはなるんだけど
撮れなくはないね。ただ画面見れないで、これなのね。